スマップを語り尽くすおしめです、というわけでね、はい、毎週木曜日、はい、スマップファン歴もう20年のこのペロリン山中がスマップのただただ好きなこと、好きなどこが好きかとかね、うん、魅力とかエピソードをただただ語るだけの知ってほしいんですよ。いいね、これ今スマップもう11回目じゃん、うん、一番最初のビデオの中井くんのソロ曲参戦だな。ああそうなんやな、うん、やっぱりソロ曲ってファンの人はすげえ馴染みあるけど、うんうん、それ以外の人ってあんま馴染みないからね。あそうだな、だって知らなかったでしょ、ソロ曲、各メンバーにソロ曲があるの。そうそう、うん、だから各メンバーのソロ曲は俺ちょっとどんどん紹介はしていこうと思ってるんで、うん、それはちょっと楽しみにしてもらって、それも気になるな、うん、今回も考えてきた、なんか今回お、じゃあ今回考えてきたテーマは、うん、まあ俺はスマップで、そちら A ちゃん、うん、矢沢永吉さんこと語ってるでしょ、うん、で A ちゃんのなんか武道館の話ってよく出るやん、うん、ちょっとそれになぞったテーマで今回はお、なるほど、いこうと思います。お、じゃあ本日のテーマはこちらです。はい、スマップも持っている武道館の記録。なるほど、うん、おー、うん、A ちゃんって、うん、日本武道館で最多公演、うん、最多公演と日本人初そうや、そうでしょ、うん、で、まあ大記録やん、うん、まあ1位が、まあ俺が調べた限りでは1位が矢沢永吉、うん、2位が松田聖子、うん、3位がエリック・クラプトンが公演回数らしいのね、うん、で SMAP も実は武道館の記録を一つ持っているのよ、っていうのは、うん、1日に最も多く公演した歌手、武道館で。だから、そう、1日6公演。あ、そんなんやと思う。6公演。スマップが1日6公演武道館でしたね。スタジアムでやりゃいいのにな。武道館が良かったんだな。そう。記録達成したのは1994年。うん、まあ、CD デビューから、まあ、3年後かな。うん、結成して、まあ、6年後の、1994年の1月1日元旦に、朝9時半から、1時間半のステージを、2時間おきに行って1日6公演行った。若いからできんな。そう、だからみんな今当時言うと本当20歳前後の、うん、1日6公演ってやっぱりお笑いやってるけど、うん、まあまあきつかったな。漫才でもしんどいやん。一昨年ぐらい俺らそういう生活してたけど結構きつかったな。だから単独ライブやん、うん、だ単独、うん、俺らもだから単独ライブを朝9時半から6公演するような。もしくは、ね、スマップなんか歌って踊ってるんやから、うん、そうな、踊ったり走るからな。そう、スマップで、まあスマップはそういった記録を持ってて、うん、意外にそのスマップと武道館って、うん、結構付き合いっていうか、うん、歴史があるのね。スマップが、うん、初めて単独のコンサートを行ったのって武道館なのね、実は。あ、そうなんだ。うん、1991年の1月1日、うん、これも元旦なんやけど、うん、この日も1日3公演を行って、うん、で91年っていうのはスマップが CD デビューした年、うんうん、だからなんていうのかな、自分たちの CD とかまだ一切ないけど、うん、武道館で単独ライブを行うっていう、うん、もう凄まじい力、うん、凄まじい。ジャニーズのプッシュもだって1日3公演とか6公演ってさ、うん、もういかにジャニーズが同じレンタル料で客いっぱい入れて稼ぎたいかっていうのがやっぱ出てるもんな。そうやね、本当にそれを結成3年後、しかも CD デビューしてないスマップが、うん、まず立ったの武道館の、うん、で91年のデビューの日の1月1日に武道館ライブを行って、そこから96年まで、うん、その武道館で元旦にライブを行うっていうのは恒例になったのよ。でもそっからもう武道館ではやらなくなったんやけど、うん、そっからもうドームに行ったりとか、うん、まあより収容するような、うん、場所には移ったけど、うん、元旦はでも恒例だったの、しばらく。そう、しばらく恒例だった。だからスマップと武道館って実はなんか馴染みが、うん、まあファン以外はなんかあれ馴染みを感じないんやけど、うん、でもファンからしたらやっぱりもう初期のスマップっていうのは結構武道館と共にあるわけね。で、いろんなエピソードもあって、例えばその、初めての91年の初コンサートの時って、その91年の前年ぐらいにリハーサル室、テレビ局のリハーサル室で、カトリ君が爆弾で練習してたの。その時に練習で失敗して複雑骨折をして、最初の1回目のコンサートは、5人だったの、6人の、森君含めての5人、香取君を除いた5人でやってて、うん、
あの、マカタ君の途中で松葉杖をつきながら、あの、一曲だけ出演はしたんやけど、これはもうファンの中ではかなり有名な、うん、まあ話ではあるんやけど、うん、そういったなんか武道館とともにスマップが成長させてもらって、うん、あえてこう、五大ドームでできるようになったり、うん、もう数々の、場所でやって偉業を成し遂げたっていうのが始まった。だから、A ちゃんも、うん、武道館っていうのはやっぱり欠かせない、うん、A ちゃんの人生にとって武道館って欠かせなかったと思うけど、うん、やっぱスマップも実は武道館は欠かせない人生やったね。やっぱアーティストにとってはなんか特別なんだろうな。多分なんかあると思う。みんなまず武道館目標にするもんか、うん、最初は、うん、なんかあるんやろね。ちょうど箱のサイズがいいんじゃん。1万2、3000人だから、うん、5万まで行くと、東京ドームとかまで行くとちょっと大変だけど、うん、まずは武道館ってみんな思うのかもしれない。そうやろね。で、なおかつだってあんま売れてない頃に、うん、じゃあドームとかでって、客席すっかすかやと、そうな、なんか、ちょっとなんかあれ、うん、なるやん。なんか、全然集められてないイメージになるから、だったら武道館ぐらいのちょうどいいんやろね。うんうんうん、へぇ。そうそう。すごいこう、若いな、だから若かったから、うん、そういちいち何公演もやってたのよ、うんうんうん、でも A ちゃんとスマップの話あったじゃん。これまた俺ちょっともっと詳しく別の動画で言いたい話なんだけど、うん、キムタクがボディーガードのドラマやってたの知らない、うん、ああ分かる分かる。あるじゃん、うん、ボディーガードだっけな大使か。あんまあ、いや、まあ、正確にあるんやけど、まあ、なんで名前だっけ、まあ、ないっけな、ちょっと、うん、なかったな、瞬発で出てくるんやけど、うん、あれ最終回 A ちゃん出たの知らない。ああなんかも言うでしょ、うん、あれキムタクが直接オファーして。ああそうなんや。矢沢さんキムタクって A ちゃんのファンらしいから、でオファーして、で A ちゃんなんか最後の5分間ぐらいだけなんかあのキムタクがボディーガードする役に出るんだけどその瞬間視聴率がなんか10% ぐらい確か。いやーなかなか出えへんからね A ちゃん自体も。その2つの組み合わせもなんかもう結構バーンと上がったって言ってたな。それはもう日本の芸能界に歴史の名を刻んだ2人が共演してるから、うん、いつかちょっと細かく喋りたいけど、やっぱ A ちゃんとスマップっていうのは結構いろいろとね、ちょいちょいなんかな、共演もしてるだろうしな。スマスマで共演してるから、リストルスマップで、うん、で、まあ、ちょっと趣旨からずれちゃうけど、新しい地図、うん、だから、新しい地図の、だから、デビューの時な、3人のデビューの時に、うん、A ちゃんコメントを出したのよ。あったな、あったあった。で、もう、3人がもう、感動して、うん、っていうエピソードもあるわけよ。うん、あれは、結構、なんちゅうのかな。あれでもよく考えたら A ちゃんだけではない。だって、あの頃さ、3人独立してさ、うん、芸能界から干される勢いの中、そうそうそう、堂々と応援するって言ってんの、多分 A ちゃんしかいなかったから。それで、なんか、うん、なんかちょっと箔がついた部分はある、うん、だって、あの天下を取ったスマップの元メンバーだけど、干され、そうやな。そんな芸能界の。あからさまにテレビから消えたからな。やめに。で、最初、うん、今は結構みんな絡んでるけど、うん、最初本当はやっぱり芸能邪魔絡まなかったよ、うん、けど A ちゃんがまず A ちゃんだけな応援してますみたいな、うん、あとまあ爆笑問題さんとか結構絡んでくれたから、うん、やっぱりそういう芸能界に屈しないタイプはやっぱり、うん、むしろ応援したかったんだろうな。ファンとしてもすごい嬉しかったのよ、うん、うわもうかっこいいなっていうのは。そうな、みんなビビってたからな、そう自分も干されると思ってな。そうそう、だからまあ、話戻るけど、だから A ちゃんと SMAP っていう2大スターにのやっぱりそのあれには武道館、だからスターになるには意外に武道館って欠かせないのかなってちょっと思った今回は。いや、まあ、俺もちょっと正直いつか漫才単独ライブを武道館でやるっていうのを一個目標にしてる部分があるから、うん、だからそうスターになるためには武道館で欠かせないのかなっていうのが僕の今日のテーマでしたね。うん、いいな。で武道館をいっぱいにするともうそれだけですごい収入になるからな。あそれもだからいつかちょっとやりたいね。いいな、武道館で。武道館でオードリーさんとか、でもオードリーさん確か無料ライブやったぐらいだから。あ、そうなんや、うん。そうそうそう。ちゃんとしたライブっていうとあんまいないと思う。ちょっとやりたいね。うん。ちょっとまあ、A ちゃん、スマップと、まあ A ちゃんもだけど、武道館の話か。うん。いや、結構いい、やっぱりな、うん。いや、スマップ。だんだんなんかだから、お互いスマップと A ちゃんの話ずっとしてるけど、うん、いつかなんか紐づかれる可能性があるな、なんかな。いや、今日はね、うん、結構僕紐づいたと思うんやけど。そうやな、うん、ちょっと一個近づいた、うん。うん。あんまり、その、A ちゃんと絡んだ話はしてこなかったけど、うん、やっぱり、あるのよね、ちゃんと。やっぱりトップスター同士の。そうだな。あ、これなんかあるんやろね。一回やってなんかスマスマで、A ちゃんの歌スマップが歌ってんのとか見たことあるわ、ね。うん。まあ共演してるからね。そうそうそう。ちょっ
まあそんな感じですかね、今日は。はい、まあじゃあ今回はこの辺で、また来週木曜日スマップのお話でお会いしましょう。はい。わかんねえよ。例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレて、キャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近お見つめないって言われておしまいですよ。もう人生の集大成です。俺お前みたいな人生送れないともうハゲても言えない。何よ俺、俺だってもうハゲてきてる俺。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。